学習の進め方についてですね、お伝えしたいと思います。まずですね、基本点画をですね、よくですね、押さえて書いていかなければいけません。基本点画というのはですね、行書の筆遣い、横画、右払い、転折、左払い、そして風や月のですね、一画目のこの逆から入るですね、起筆の筆の仕方、そして跳ね、そういったですね、ところをですね、よく意識して書いていくというところが大切になります。それをですね、後ほど書きながらですね、説明をしていきたいと思います。そして二つ目にですね、一字の字形の把握をしていきます。遠目でよく見ていきますと、文字の大小、縦長、線の細い太いが見えてきます。一文字の字形を把握して書いていきます。その字形を把握するというところで言うとですね、太い細いも見ていきましょう。そしてですね、字の一幅と言いましてですね、文字と余白との調和をですね、見ていきます。で、書き上げた時にですね、今申し上げた文字と余白との調和を見ていってですね、壁に掲げてみて、そしてお手本と見比べてですね、修正していくと言ってですね、やり方で学習をですね、進めていっていただきたいというふうに思います。以上なところをですね、着目をしてですね、書いていくんですが、その書いていく前にですね、執筆、筆のですね、使い方ですね、それをですね、お伝えしたいというふうに思います。まず筆はですね、上副官報、上副用のですね、筆を用います。こちらですね。はい。で、筆はですね、こう立てて書いていきます。で、立てて書いて、この立てたこの先にはですね、自分の顔、目が来るようにですね、自分の真下にですね、筆を置いていきます。で、持ち方はですね、筆の穂先のですね、付け根から1、2センチ開けて、このまあ、くぼみがありますね。このくぼみのところにですね、人差し指ですね、で、小指を揃えて持ってですね、こう、親指をこう伸ばして、軽く伸ばしてこうやって立てていきます。こうですね。まあ、私はですね、こうやって、ここのですね、第二関節のところにですね、この筆の絵をですね、絡めてですね、こうやって書いていますけども、まず筆を立てるということが大切です。そしてですね、この上空はですね、一本の線においても手本をよく見ますとですね、どの点画にも細い太いの変化があってですね、躍動感のあることにですね、気づくと思いますが、こうした線を描くときはですね、起筆で、穂先をですね、紙面に食い込ませます。食い込ませるということは、どういうこと？もうこうやってですね、ちょっと、穂先が立てて、このようにですね、ちょっと、くねるんですね。はい。そうやって、起筆でですね、穂先を紙面に食い込ませてですね、その穂先の持つ弾力をですね、利用して運筆することが大切となります。そういったところにですね、注意をして、筆の持ち方、起筆ですね、そういったところに注意をして書いていきます。姿勢はですね、中腰で書くというのが基本です。広い紙面をですね、見渡せてですね、鉛筆がですね、自由自在にできて、長時間書いても疲れない姿勢がですね、中腰と言われています。はい、そういった姿勢で書くということで、この上幅を書き進めていってください。文字のですね、大きさなんですけれども、上幅、まあ大きいですね、紙を使いますが、文字はですね、さほど大きくはないんですね。この4、まあ4文字半紙で言いますと、この上のですね、この3つのマスのこの形、大きさ、だいたいまあ正方形、縦長の文字もありますけれども、この大きさがですね、基本となります。なので練習するときは上下に書いていくといいかと思います。筆をですね、書く際にこの根元までですね、しっかりとつけてください。そうするとですね、中からですね、空気がですね、出てきて、泡がですね、出てきます。その泡をですね、出し切る。そしてですね、こう、しごいていきます。はい。根元はですね、あまりしごかずに、穂先、
穂先の方をですね、しごいていきます。はい、上空課題をですね、だいたい4文字から5文字ぐらいですね、続けて書いて墨継ぎをしますので、その間はですね、墨継ぎをしません。よってですね、根元にですね、墨を含ませておいて、穂先だけですね、しごいていくというようなですね、書き方をします。はい、こうしごいていったらですね、ちょっと穂先を見ていただきたいんですが、はい、平らの面とですね、こう細長いっていうかですね、細くなってる面がありますね。このようにしてまず最初ですね、整えてください。この平たい部分はですね、横画を描くときの筆使いで使われますし、細い線を描くときはこのなんですね、細くなったところですから、太い細いをこの平たいところは太く、細いところは細くということで、線を描くときに描き分けるということをいたします。